ミーアキャットは、哺乳子食肉目マングースカスリカータ族に分類される食肉類。本種のみでスリカータ族を構成する別名スリカータ。ミーアカット。アンゴラ南西部、ナミビア南部及び西部、ボツワナ南西部、南アフリカ共和国北部及び西部模式標本の産地は希望本。東道町25から31センチメートル。 お長17から 25cm。体重オス626から 797g。メス620から 969g。背面は肩 1.5cm。大きい部は 2cm と長く柔らかい体毛で覆われるが、覆面はまばらに短い体毛で覆われる。背面は高褐色や肺褐色や開白色で暗褐色の横縞が入る。 横縞の数は10本。顔や喉は開白色。目の周囲や磁界は黒い。尾の先端は黒く、基部は高架色。歯列は、門歯が上下6本、剣歯が上下2本、九歯が上下6本、大九歯が上下4本で、計36本。歯は細く、指跡の本数は4本。前歯の爪は長く1.5センチメートルで、 孔子の爪の2倍以上の長さに達する。オスにのみ、肛門の周辺に終戦がある。乳頭の数は6個。以下の分類、分布は、スター団に従う。石や岩の多い荒れ地やサバンナに生息する。中高生。地中に直径10センチメートルの巣穴を掘って生活する。ペアもしくは、家族群で生活し、複数の家族群が一緒に生活することもある。 太陽に向かって、王を支えにして直立し、体を温める習性がある。昆虫、クモ、サソリ、タワシ類、ハチウ類、鳥類、小型哺乳類、植物の茎、目、根、果実などを食べる。繁殖様式は体制。10月から翌4月に交尾を行い、妊娠期間は11週間。1回に2から5等の幼獣を生む。授乳期間は4から6週間。 幼獣は生後12から14日で海岸する。生後3から4週間で固形物を食べるようになる。生後10週間で独立する。生後9ヶ月で生成熟する。群れには一組のユイオスとユイメスがいて、このペアのみが繁殖活動を行う。群れの他のメンバーは基本的に繁殖をせず、ヘルパーとして子守りや授乳を行う。また、 ヘルパーが幼い子供たちに餌の取り方を教育するという行動が観察されている。英名スラクタは南アフリカでの故障に由来する。英名メイヤキャットは古い文献ではミキャットとされ、これはアフリカンス語で白アリのマングースの意で本種がアリ塚の上で直立したり白アリも食べることが由来と考えられている。以前は和名がスリカータとされていたが、 2018年の日本哺乳類学会が発表した標準和名では動物園などの展示施設で定着している名称であるミーアキャットが採用された。農地開発の影響やペットとして流通することもあるが種として絶滅の恐れになるような脅威はないと考えられている。日本では1976年に日本平動物園が飼育下繁殖に成功した。富山市 ファミリーパークでは1985年から1991年現在までに4回の繁殖に成功している。飼育下では複数のペアで飼育すると特にメス同士が激しく闘争し全滅した例もある。ありがとうございます。